ばん、サシタンスチスチ、ありがとう。こんばんは。メール見てきたよって。ありがとう、みんな見てきてくれて。サチ太郎、やあやあ。ん？パセさんの分身。身を切らないに舐める。チークを塗り足します。って言ってもね、チークはつかないんですね、ショールーム上では。色があんましつきませぬ。サッチーこんばんは。皆さん本日はどのような一日をお過ごしでしたでしょうか。本日はさ、すごく暑かったと思わない？サッチーはめちゃくちゃ暑かったと思っていて、そう、暑かったよね。そうだよね、そう、今日めちゃくちゃ暑かった。今日暑かった。30度超えてたの？そうなの？それは初耳ですね。冷蔵入れようか、え、わかる。そっちもエアコンか扇風機入れようか迷って、まあ、結局悩んでたら寝てたんですけど、さっきの話ね、帰ってきてからの話なんだけど、それ暑いよね。なんか日差しも照っててさ、すごく暑いなと感じた日でした。そう、こんばんちゃ来てくれてありがとう。そう、悩んでた寝てた悩んでた寝てた。最近の悩みだから、それ、そう、気づいたら寝てるんですよ、いつも。悩んでるから。って感じ。そう。座椅子でですね。座椅子です。座椅子で座って寝てた。それが逆に怖いのよ、サッチーは。座って寝てるって相当やんと思って。お出迎えサッチ見えたの嬉しく、あ、嬉しい、お出迎えありがとう。そう、結構サチ太郎に興味津々です。嬉しい、サチ太郎です、こんばんはそう、いや、今日はね、90度なんだけど。あ、当たった！おめでとう！当たりました！おめでとうございます。そう、え、新幹線のサチ爆睡だよ。爆睡タイプです。ついに当たったね。よかった。サチ、だいたい4時間ぐらいじゃん、広島から東京って。3時間ぐらい寝てるよ。残り1時間は何してるかっていうと、ご飯を食べています。そう、車内できるかって、そう、少ないからさ。で、スマホをずっといじっとくのもあんま好きじゃないからさ、寝てる。星？サチ来てくれてありがとう。新幹線マックマクするからね。かわいい確かに。サチさん、スチスチありがとう。4時間は映画見て残るのか。あ、映画ね。映画、確かに。映画いいけど、サチは寝てますね。
駅弁って欲しいなっちゃうんだ。駅弁ダメなの？NG ワードなの？もしかして。駅弁食べないかも。駅弁じゃなくて。駅弁は食べない。新幹線内でおしめにポストするの忙しい。さすが鏡ですよ。ありがとうございます。さっちゃんこんばん、こんばん来てくれてありがとう。そう、カチューシャしてみました。いかがでしょうか。さっちゃん来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。こんにちは、来てくれてありがとう。そちゃ、そっち、そっち、ありがとう。3人かわいい、ありがとう。こんばんは、ありがとう、来てくれて無敵、ありがとう。返せ、ありがとう。カチューシャめちゃかわいいです。あ、めちゃめちゃ急にみんな褒めてくれる。カチューシャ嬉しい。そう、え、でもカチューシャね、あのカチューシャアクセサリー、カチューシャ入ってたらカチューシャ大体つけるかな。この前の肉フェスの時もカチューシャだったんですよ。みんな覚えてますか。なんかビーズのカチューシャ、カチューシャすごい好きかも。え、新制服かわいいよね。サッチも新制服めっちゃ好きなんだよね。超色味が清楚って感じ、なんか明るい感じがすごく好きですね。リボンも可愛いし。こんばんは、来てくれてありがとう。さちゃん、設置してる。そう、あ、そう、今日新体制木体ってめっちゃかっこよくない、響き。身体性木体でしたね。そう、サッチのポジションはリエチが担当に、なんて担当にあってました。あれ、これ日本語合ってる。担当リエチでした。そう、日暮らしがくしみです。ふーちゃん来てくれてありがとう。さっち来てくれてありがとう。泣いてる場所。そう、新しい感じで。そう、今日はそう7月1日発売のですね、トップ L ネオさんっていうアイドル雑誌のトップ L ネオさんに取材インタビューさせていただきました。本日で、お写真も撮っていただいて。そう、アイドル雑誌なんですけど、そう、昇格メンバー4人の井出かなう、新井理也、株島ゆいか、曽川咲の4人でそうインタビューしていただきました。その記事が載りますので、そう、それは買うしかねえで、だからみんなぜひチェックしてね。7月1日発売の、7月7月の1日発売の初夏号ですね。みんな絶対にチェックしてください。そう、写真も撮って、
んは。固まってた。固まってた。うん、よかったよかった。動いた動いた。ということなんです。皆さんぜひぜひチェックチェックしてください。よろしくお願いします。でね、そう、そう、めっちゃお互いが照れちゃう質問があって、でもめっちゃ嬉しくなる質問があって、それがめっちゃ嬉しかったからみんなに見てほしい。そう、めっちゃ照れた。あと聴覚についてとかインタビューしていただきましたね。さっちゃん小さいよ。そう、照れるけど嬉しいことがありましたので、みんな絶対チェックしてください。でその後は歌唱力の予選の練習をしに行きました。っていう一日でした。今日はあと写真撮ってもらって、あ、服はね、これだったんだ。可愛いでしょ？そう、課題曲は、ちょっと、あと少しで言えます。あと少しで言えます。そう。可愛い、ありがとう。でしょ？これ、新作の洋服なんです。最近リボンにハマってて、リボンのお洋服を見るとすぐ買っちゃう。そう、初見さん来てくれてありがとう。さっちゃんスティスティありがとう。三日月と予想します。三日月ってあの曲かな。これか、あ、これ虹色か。あれ三日月って何、何、どんな歌だっけ。ってことで違うことがバレましたね。そう、ミフィのお口みたいなリボン、かわいい。さっちゃんスティッチありがとう。あ、5月1日から昇格、そうなので、ミニスカートがね履けるようになったんですよ。なのでトップ L ネオさんの雑誌の取材もミニスカートで行ったので、はい、私の表に出るお仕事、ん？表に出るお仕事じゃない、表、ん？そういう記事とかで出る初めてのミニスカートです。だからチェックしてください。どういうつなげ方、おかしい。まあ、もうそういうのもね、楽しみな方もいらっしゃるじゃないかなと思いますので、はい。そう、あ、紙面だ、紙面、紙面、それですね。やっぽー、そう、メディア露出。ミニで釣られるとでも。いや、別にそういう意味じゃないけど、みんなミニが好きっていうことを小耳に挟んだので。そう、サチはミニスカート好きなんだ。実はサチは背が低い方だから、あのロングよりミニスカートの方がこうサイズ感がいいんですよ。だからミニが好き。そんな簡単じゃないぞ多分。本当ですか？
それは間違いないです。即釣られるけど、やっぱりみんな、まあサッチはミニ好きだから一緒だね。そうだからまあミニが多くなるんじゃないかなっていう。サイズの時は足しか見て、それは言わない方がいいかなって思いますね。ね、わかるわかる。そうそうそう、そうなんよ。さっきねロングはそうちょっとねサイズ感がさっちよ、背が小さいので。こんばんは、来てくれてありがとう。サチお疲れ様です。お疲れ様でした、ありがとう。サイズなくてもなのにな。あら、みんながどこ見てるかバレちゃいましたね。これはみんなに報告ですよ。ファンの皆さんって足見てるんだって。そうそう、いいよもうどこ見ても。でも顔を見て、顔とパフォーマンスも見てね、ちゃんと。わかりましたか？え、でもねよく言われる、あの160はありそうな顔ってないんですよ結構。え、でもこの前測ったんですよ。そう、そしたら157ぴったりでした。そう、アイコンタクトしてくださいね。お話し会申し込んだら、え、嬉しい、来てほしい。お話し会の再販が、第2回目の再販が皆さん始まってますので待ってるよ。あ、ここだけの話、え、嬉しい、初日ですね。初日にありがとう、ありがとう。そう、え、嬉しい、感動してくれたの、ありがとう。ただの広島公演から気になる、まずは身長とか。あ、身長と追加してしまった。あ、ナイス、汗汗、ナイスナイス。ミューポンとサチポンの身長、デッドヒートって何？デッドヒートです。そう、ぜひ待ってます。6月22が初日でございますので、幕張メッセで皆さん待っております。幕張のお話から追加して、え、嬉しい、ありがとう。あの子には内緒だよ、この配信もしあの子見てたら激おこだよ。だってスチタンサチサチになってるから。嬉しい、サチタン嬉しい。もし行く機会があったらネームプレートサチ太郎で行く。あ、嬉しい、パセさんじゃん。幕張通所、え、嬉しい、待ってるね。ユミリンさん卒婚、結構ユミリンさんの側にいた人、え、どうなんだろう、どうなんだろう、ユミリンさん側にいた人、ちょっと、え、でもそんなにずっと近くにはいなく買ったけど、え、でも、え、どうなんだ、初日、え、わかんないです。なんかツアーの映画で釣られたのか知らぬ間にオンラインポチってました。気づいたらね、気づいたらサッチーが寝てたみたいに、気づいたらポチってたのね。同じ感覚って感じかな、もしかして。嬉しい、あ、はい、そうですね、ノーウェーマンの白いカチューシャの人ですね。なんかさ、もしいずれさテレビ番組に出させていただくとかなった時にさ、そういう感じで言うよね多分、白いカチューシャの子みたいな。そう、あ、そうですよ、サチタン沼出れないんでね、残念ですけど。サッチーの推しポイント教えてください、教えてください皆さん。サッチ褒められるの苦手だから、ね、苦手じゃないけど照れちゃう、真顔になっちゃう、照れすぎて。そう、今日なぜかオンラインの当選メール、なんでやろう、わからん、そっちも、え、嬉しい、ありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。気づいたら届いてるよね、わかる。
意外と首が長い子って見分けてます。まあよく言われるけれどまあよく言われてるけど、そこなの。 DD にも優しい、あ、らしいですそう、そうそうそう。あ、お久しぶりです、来てくれてありがとう。チタンスチスチありがとう。サッチってタヌキ顔なの、何顔か分かんないんだよね自分が。なんかそういうの全部分からん、何顔とかも分からんし、そう、あとあれも分からん、パーソナルカラーとか骨格とかもう何も分からんそうそうなんや。目かわいい、それとも目かわいい、めっちゃかわいいみたいな感じそう、アライグマか、サチの目をし、え、嬉しい、サチの目よく見られるから嬉しい。垂れ目が、キツネかタヌキ、あ、まあキツネかタヌキって言われたら確かにタヌキだけどね。こんにちは、来てくれてありがとう。イエベブルベ、わかんない、もう本当にわかんなくて、もう何もわかんないサチ18歳です。そう、あ、ギャップ、でも声は低いね確かに。子犬顔ワンコさん、そう、サイリウム3本、そうです、サイリウムちょっと3本なんですけど、振ってくださると喜ぶし、やっぱりすぐね見つけれるので、はい、ぜひ振ってくださったら嬉しいです。ビジュアル、顔面の骨格と顔の雰囲気がスチスチ、中身はもっと、え、嬉しい、中身スチスチ、ありがとう。3本だよ、黄色白黄色の3本です。サチタンスチスチありがとう。サチタンスチスチ何色ですか、黄色白黄色の3色じゃないか、2色3本ですね。でも本当に見つけやすくて、そうそう、目立つから、そう、見つけやすいから、そう、ぜひ振ってくださると嬉しいです。サチさん設置してありがとう。山口在住のファンです。え、一緒じゃん、あ、今は広島在住だけど、そうそう、3本振りたい、最近聞いてらっしゃいました、さすが、もう鏡ですね、ファンの鏡ですよそう、3本って両手に持って口で、と待って、星になっちゃった。3本の配置大事、あ、でも黄色白黄色の順番だと一瞬でわかるかもですね。そうだよね、3本ってだってこうなるってことでしょ。大変だけど振ってくれたら、それかうちわとかでも嬉しいですね、もしめちゃくちゃ大変だったりして。なんかまあ進めてるわけじゃないけど、なんかあのそういう専用の機械、3本そう、器具もあるみたいっちゃあるみたいですよそう、でもそうだね、3本ちょっと大変だよね。そうそう、ホルダーがあるっぽいですよ、ドンキ、あ、それは分からんけどそれは分からんけど売ってるっぽいですよ。指の筋肉が、あ、みんなそんな辛い思いをしてまで私のペンライトを振ってくれてるのね、ありがとう、より一層頑張るわパフォーマンスそう、でも本当2回でもすごくすぐ分かった、黄色白黄色。幕張でサッチに初めましての挨拶して、えー、嬉しい、初めましての儀式しようね、ごめん特にないけ、あの初めましての儀式決まってるってわけじゃないけど、初めましてしようね、楽しみ、嬉しい。そう、
それはどこ情報、いちごか、なんかファンの方がでやってる方がいて教えてくれました。最強グッズ手に入れたぜって言ってたから、最強じゃんと思って。さっちゃん、設置して最近5本持つ、5本、あと2本なんだろう、まあいいや、わかんないそう、さっちゃんのために1本買い足しました。嬉しい、3本振ってくれるの、ありがとう、ありがとうね、こんばん来てくれてありがとう。誰よりも誰よりも愛したせい、そう、黄色白黄色でありがとう、来てくれて、こんばん来てくれてありがとう。サチ来てくれてありがとう。自分は新種グッチで1本足しました、嬉しい、ありがとう。3本振ってくれるんですね、ありがとうございます。もうすぐ懐かしい明日公演が始まるのかな、あーどうなんだろうね、確かに。ひらちゃん申し込みました、ありがとう、嬉しい。白黄色はめっちゃ電池減る色、あ、そうなの、サッチのペンライトって大変だわコンサート電池に3本目を買う、ありがとう、嬉しい。実は裏話なんだけど、あのね、黄緑白でも迷ったんだよね、実は。そう、黄緑白にしようかなっていう世界もあった。一番、本当に一番最初は違う、白は絶対に 100% 入れたくて、だから白を減らす、なくすっていう選択はなかった。残りの色を何にするかだったんだよ。でも割と黄色が頭にずっとあったから、そうそう、黄色でしたね。赤はね、なかったかも。今日優等生感強めの、確かに。でもね、ここにリボンがついてたりして結構ガーリーなんだよ。サチ、こんばんは、来てくれてありがとう。こんにちは、来てくれてありがとう。そう、あ、ペンライト黄緑ないんだ。え、青もね、脳内によぎった。サッチーのおかげで黄色い文字が入るか、推し活してる、めっちゃ嬉しい。今のも見つけやすそう。今のもペンライト、え、そう、見つけやすいよ。そう、でもサチタの中身はギャルだから、いや、ギャルじゃないよ、サッチはオールアイドルよ。そう、そっちですそう、そうそうそう、サッチの今の七並べのカード、黄色い服着てるやつ、あ、なんだろう、あれかな、ツアーかな、黄色のスーツ買うかもって、それで出勤ですか、最高ですね、最高。そう、わ、でもそれ賢いんじゃない、バナナ白、バナナ、ワンチャン分からんかもしれんよ。こんにちは、来てくれてありがとう。サチはスチチ、ありがとう。サチ、こんばん、来てくれてありがとう、ありがとう。ワンチャンバレないんじゃ、山口くん、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、嬉しい。エリザベスの中身、そう、関東でイベントあるの、振りに行きます、え、来てほしい、関東のイベント、あ、でも振らないか、お話し会はあるけど、ペンライトは振らないですね。バナナ、大根、バナナ、いや、大根はでかすぎやで。ソガワ、お疲れ、お疲れ。ソガワって初めて呼ばれたよ。
そう。こんにちは、来てくれてありがとう。なんか友達が最近ね、さっち、ソガーのこと好きも、なんかあれ、なんか、あれみたいだね、なんか学校でなんかすごい噂の時みたいだね。ソガーのこと好きらしいよ。ありがとう。ありがとう、嬉しい。サッチのこと好きなの？ぜひサッチのこと好きになって、ね、あ、好きみたいだからもう好きなのか。嬉しい。ありがとうって言っといて。とをあげるのがポイントね。ありがとう。実際のサッチはさらにブチかわいい。あ、ブチかわいい。ブチ嬉しい、それは。ブチ嬉しい、それは。サッチは先生ちゃん、ありがとう。初見さん来てくれてありがとう。さきちゃん、すちちゃん、ありがとう、嬉しい。今度本当にバナナ振るうかな。アイコンもバナナ。アイコンもバナナ。うい、オッケー。とをあげるのね。うい、オッケー。うい、オッケーって何？流行ってるの。オッケー、そう。ありがとうって言っといて。ありがとう。三期生知らないおたくさんが、さっち、かわいいって。え、嬉しい。ありがとうって言っといて。もう嬉しい。ぜひ、ぜひショールーム来てね、話し会も待ってるよって言っといて。そう、そう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 、ありがとう。今オンラインで販売してるもの、サッチーグッズ買えば嬉しい。みんなでサッチーグッズ持っていろんなとこ行ってね。アクスタサッチーもさ、自分のグッズ欲しいんだよね。ST スケンって1円だつけ、最近ソガーさん配信来てる。4、来てる4、ありがとう。プチかわいいとプチョ、ヘンザって似てる、似てる。プチョ、プチかわいい、プチョヘンザ。じゃあ似てるで、似てるにしましょう。サチ来てくれてありがとう。そう、今週5月25日はチェキサイン会があるから、みんな楽しみにしててね。そうそうそう、ありますので、16時30分からショールームでしますので、ぜひ来てください。そう、もう服も決まってるので、そう、今日は黒いカチューシャです。あ、でもトップエルネオさん今日あったんですけど、でもそれにはカチューシャしてないです。こんばんは、来てくれてありがとう。え、嬉しい、ありがとう。さっき来てくれてありがとう。ソガーに星送るよ。なんかもうだんだんなんか知り合いかなって思ってきちゃった、ソガー呼びだから。多分違うけど、ありがとう。ソガー呼び初めてされるよ。ありがとう、ソガーです。そうです、雑誌に出させていただきます。トップエルネオさん7月1日発売の初夏号でございますね。皆さんぜひチェックしてください。こんばんは、来てくれてありがとう。ハロー、ハロー、来てくれてありがとう。可愛い、来てくれてありがとう。嬉しい。アップ最高。アップっていうかもう目なんだよね、これは。そう。そうなの？俺特殊やん。覚えてくれて嬉しい。覚えたよ、もう。白目可愛い。ありがとう。すごいとこに、すごいとこに着眼つってね。ありがとう。そう。いいよ、もうさつまいもで、じゃあ。目かわいい、嬉しい。初夏号です。今夜も配信ありがとう。お疲れ様です。かわいい、頑張れ、ありがとう。絵文字が、絵文字がかわいい。雑誌絶対か、嬉しい。絶対買ってね。嬉しい。さっちのアイライン、え、今日は、ライブの時は結構アイライン太めなんですけど、今日は細め。今日は目細め。え、そう、今日チェキを、撮ったんですけど、
そっちめっちゃお気に入りのチェキなの、それだから絶対応募してほしい。激カワ、ちょっと自分で言っちゃうけど、なんかめっちゃいい。あ、自分、まあどんな感じで写ってるかは秘密です。私一人かもしれんし、4人かもしれんし、2人ずつかもしれんし、そうだから私一人が激カワって意味じゃないかもしれないっていうね。わかる？だそう、そうそう、たとえ一人でも、まあ、自己肯定感が高いことはいいことなので。間違えた、こんばん、こんばんは、来てくれてありがとう。もうすっかりね、夜ですから。そう、クソかわいい、クソかわいい、ありがとう。わあ、ほぼダメなペットボトル落ちるとこだった。そう、嬉しい。私何冊買うか今から悩んでる。わかる、なんか自分が出てるのとかいっぱい買っちゃうね。あと推しが出てるのとかね、わかる。こっそり地域会楽しみ。今回は3期がね、私一人なんですよ、25日。だから大きな声で呼べますね。でも誰か配信見てるかもしれないですからね。実際サチ席一回見てたんでね、はい、あ、そう、あの見てたけどずっと見てないから多分バレてないよみんな。そう、さちさんスチェスチェありがとう。そう、もしね、いつかさちのポストついてる、え、嬉しい、頑張る、買って、嬉しい、ありがとう。ゾクッとしました。ってことは赤の子のとこに行ってるってことか。パトロールっち、え、パトロールじゃなくて、まああの、あ、チェキがやってるんだ、ちょっと入ってみようっていう感じで、うん、入っただけで。あら、みんな焦ってるけど、なんで一時ですか、何か。あ、なんか逆ギレされちゃった。あ、逆ギレじゃないか、こういうの、なんて言うんだろう。嬉しい。じゃあスマホ変えてないよ。そう、ソガワやろ、かっこよ、かっこいい。ふつなすしありがとう。でも結構ガチで言うと、じわりと聞きそう。ガチで言うと、あの本気で、あのなんとかさんありがとうみたいなやつは見とらん。最初の数分だから、みんながもし昨日いたとしてもそこは見てなかったからバレてないよ。けどまあその反応でバレちゃったけどね、残念だね、サチにバレちゃったよ今。そう、サチサチサチありがとう。そう、やましいことありませんので、うん、まあそうだよね。あら、電波調子悪い、あれ大丈夫かな、こそこそバレるんですけど、そうなんですよ、かなうまですよ。ちょっと飲み物飲みます。飲んでるとこは NG らしいですか、ちゃん。その瞬間昨日見てたショールームで、そう、飲んでる瞬間 NG なんだって。サチも NG、 最初の数分で呼ばれたかと。あ、そうなの。でも本当の周辺、あ、手相見ました。あ、手相チェック、占いしないでください。お話し会とか他のところに行ってたらバレる、もしかしたら。ソガ仕掛かって、あ、かっこいい、いいね、なりません。え、そうなの、うちと一緒じゃん。でもライブを埋めるためには DD、 え、そうなんよ、そうなんよ、ライブを埋めるためには箱推しさんが大事なんですね。箱推しさんも、そう、そうなんですよ。そう、サッチーと同じ日なら見れない、サッチーと同じ日なら見れない、サッチーと同じ日なら、あー、他の子がってこと、そうだね。そう、あ、まあ、リエチやね、高3コンビ、今は違うけど、今はもう、今何コンビだ、18歳コンビかな、18歳コンビ。サッチーコスプレはね、今のところは予定ないか。今来てくれてありがとう。サチタンスチスチありがとう。
お腹空いちゃった。俺コンビ、俺コンビ、何そのかっこいい名前。こんばん来てくれてありがとう。俺コンビ、俺コンビ、あ、サチ楽しだって、嬉しい。あ、楽しいって言われると嬉しいよね。遊びに来てくれてありがとう。サチ来てくれてありがとう。こんにちは来てくれてありがとう。サチ来てくれてありがとう。そう、実はライブの日程発表されたとメンバー発表ある前に休みを確保します。そうしないと、え、どういうこと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 。俺も楽しいになりたい。あ、ちゃんと俺もなりたいっていう気持ちはあるんだ。え、でも分かるよ、私も誰でも大好きですから。そう、おーい、楽しい、楽しい、さっち楽しいです。ちょっとサチタンスチスチ、おー、いいですね、それ。指ハート綺麗でしょ。山口県ではサチタンしか、うん、なるほど。タン美味しい、タン美味しいよね。最近食べてないけど、焼き肉行きたいな。サチタン推しです、嬉しい。周りがタン推しさせてくれないから。あー、なるほどね。あーなるほどね。やっぱりライブでは推し祭の人を探しますか。だね、うん。推し祭、推し祭って私のペンライトカラーってことだよね。タン推しでもみんな可愛くて、でもサッチーしか勝たん。うん、どっちどっち。でも嬉しい、ありがとう。そうだね。最後、ありがとうございましたの時はペンライト振ってくれたり、うちわ持ってくれたりしてくださる方は絶対に君だよってあのファンサするようにしてます。だから持ってくれてると絶対に1回は来ます。そう、最後のありがとうございましたって時にこう、君だからねってするから、最後に。そう、次こんばんは来てくれた。そう、その俺かなは俺ですよ。Y の中か。嬉しい、でもありがとう。サッチーノーミョン、サッチーノーミョン単押しです。サッ、ん、サッチーがノーミョンの単押しってこと。最後だけで、いや違う、ずっと振ってくれてた方だけだからね。ふふふふふふ、ペダルかわいいね。でも振ってなかったでもしますよ。ST ライブ行ってみたい、本当に来てほしい。行ってみたいって思ったその時に来るといいんですね。はい。直近だとですね、6月1日に徳島県、6月2日に岡山県であるんですけど、サッチーは出ません。でも ST のライブ自体すごく素晴らしくて楽しいので、ぜひ行ってみてください。ちょっと遠いかなっていう感じもあるかもしれないんですけど、ぜひ行ってください、絶対に行ってください。そう、でも曽川咲さんはちょっといないですけど、他の3期生の子が前座で出たり、すごく楽しいので、あ、岡山は新幹線で行きやすいそうですよ。チェックチェック。首都圏イベ、ラゾーナ川崎でリリースイベントがあるんですけど、それも曽川咲さんはいませんのですけど、先輩方がいら行きますので、そんな感じですね。そう、幸さんはいないんですけど、でも STU って素晴らしいんで、
ぜひ行ってください。市民歓喜、ヒータン出ますよ岡山。サッチー徳島ラーメン食べたい。そう、ラゾーナ一人ぐらい増えてもバレないんで、ぜひ。確かにバレなくない？でもサッチー愛の重さ踊れないから愛の重さやるか分からんけど、愛の重さ踊れないからバレちゃう。そこでなんか一人踊れてない人おるけど大丈夫って思ったら、あーなんか一人いるよって、増えてるよってなっちゃうから。リリーベ行きたいな、楽しそう。握手会が始まるそうですね。すごい変な顔しちゃった今。そう、そう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 、愛の重さ初めて、めっちゃダンス難しそうじゃない？確かに剥がししようかな。お時間です。あれ真顔でするのが大事だから。お時間です。そう、こっそりこっそり愛媛に来てください。愛媛行きたい、愛媛行きたい、愛媛大好き。リーチがブリュのアイス食べてる。ちょっと今から走ってリーチに行こうかな。あ、いいな。あら、この時間に食べるとはなかなか裕福、裕福じゃない、なんていうんけ、あの幸せが、幸福感、幸福感が素晴らしいですね。サチもやろうか。そう、あ、ヤラピク嬉しい。ヤラピクってギャルだな。絶対ギャルでしょ。ヤラピク。そう。こうやって戦おうか。みんなと戦おう。もう時間ですって言ってるでしょ。そう。ね、え、ブルーレアイスは本当に幸せ。そう、力ずくで、お時間って言ってるでしょって喧嘩します、みんなと。そう、まあね、ソガーとあんま私が、あ、そうなんですね。だからソガヤミめっちゃつぼる。剥がされたい。みんなダメですよ、時間、時間厳守ですからね。そう、サチさん来たら剥がされます。サチさん、そっちしてありがとう。手を出したら、あ、かっこいい。そうだよ、手出しは負けだからね、みんな。サッチーとなんとかとかご褒美。低音ボイス最高。え、嬉しい。サッチー意外と力強そう。え、どうなんだろうね。最近なんか、その力づく対決してないから。あ、最近って言ったらなんか昔なんか力づくで喧嘩したみたいになってるけど、してないですけどね。はい。え、なんだろう、なんか、こう力を使うことあんま最近してない。わからん。わかりません。そう、ツーショット撮影、剥がしポーズ、剥がしポーズって何？わ、わかりません。そう、力ずく出すよ。剥がせる瞬間一番、あ、そう、そうだよね。でもでもギリギリまでね、こう、またねって。そう、こんばん来てくれてありがとう。来てくれてありがとう。サチプランク得意そう。え、プランクの得意の定義が分からんけど、プランクはしますね。サチタンスッチスッチ、間違えた。サチタンスッチ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 やないかごめんね、ちょっとごめん、なんか面白いこと言わなきゃって思っちゃった今急に、いつもは思ってないけど急に思っちゃった。そう、サチ体幹、いやでも体幹は全然強くないんだよね。そう、体幹は全然強くなくて。そう、お疲れ様です、来てくれてありがとう。あ、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります、頑張ります。サチ来てくれてありがとう。そう、握手会がリリースイベントであるみたいで、
はい、お話し会、私たちが出るのはお話し会なんですけど、先輩方が出るリリースイベントは握手会みたいです。でもダンスってさ、体幹、そう、体幹でめっちゃ必要だから、あ、土日休みつけるんだったら ST のライブに行くことが決まったので、キャー、嬉しい。初ライブどこになるんだろう、教えてね。また嬉しい。お話し会か通称ちょっとした満足、え、ちょっとちょっと、いやでやでもう一回お話し会こっそり、あ、みんなこっそりだね。みんな堂々と来て、堂々と来て、ちゃんとそう、嬉しい。どうなんだろうね、確かに。そう、サッチ来てくれてありがとう。いや全然笑いたんとじゃないんで、やめてください、やめてください。そう、こっそり、みんなこっそり来ますから、堂々と怒られながら行きます。そうそう、堂々としよう、堂々と。そうなん、今こっそりが流行ってんの、ここに苦い経験があるから、こそこそりなんでこそこそすんねん。そう、握手会緊張してきた。早い。あ、でも言うて、でも言うてすぐか。こう見えて何こう見えて何や、こう見えて、そうです、そうです、こっそり得意です。あ、まあでもいいことなのかもしれないですね、ちょっとわかんないですこっそりいきます。こっそりですか。握手会になったらサッチの握力大会、あ、みんなの手を握りつぶします。じゃあクックック、堂々と友達の手を引っ張っていきます。お、嬉しい、いっぱい連れてきてくれるの。みんなの手をお笑い担当、お笑い担当、お笑い、握手会バリカタ、バリカタかヤーメンか普通か。でもさ、いたよね、潰してくる子、握手したら痛い。握手会に目潰されたら労災ってなんだよ。それでファンは喜びます。本当に潰れるよ、手が今自分でやってめっちゃ痛かったもん。痛い、人差し指がめっちゃ痛い。自分で自分の手をさ、こう握手ギューってしてめっちゃ痛かった。自業自得、あ、え、みんな9枚目シングルのさ、見た、サッチ見た。そう、サッチ会えて嬉しい、痛い、え、それな今めっちゃリアル。握力、え、握力忘れちゃったんだよね。でも、え、でも結構あったんですよ、体力テストの時みんなで言い合って、え、意外とあるんだねみたいな、結構言われた記憶、20は超えてた気がする。絶対20は超えてたって感じで、結構ある気がする。今は分からんけど、スクイーズが好きで、こういうスクイーズ、これ多分スクイーズずっと触ってたからな気がする、握力が強くなった。え、でも小学校とか中学校とか分かりません。でも結構握力は強い。リオさんは握力30なんですか。それは負けてられませんね。ふぅそうなんですよ。体感し、嘘ですよ。嘘です。怖がらないで、みんな。嘘、握力が強いかな。その分、反復跳びは、記録良かった。その分 50m 走が遅かったり、あとシャトルランがもう地獄のように遅かった、少なかったりっていう、そんな感じ。そう、ソフトのボール投げも 10m いかなかったり、そんなことがあって体力テストの結果はめちゃくちゃ悪いです。ちょうど体前屈と反復跳びと立ち幅跳びと握力は良かった気がする。けど他はもうダメだったので。そちらスッチありがとう。そう、バレーのサーブ外しそう、やめて。今私の球技大会の嫌な思い出がフラッシュバックしてやった。うーわ、うーん、まあ、どうだろう。でも
まあ、まだこれでも入るようになった方なんですよ。私球技大会はあのバレーぐらいしかできないので、あのいやバレーぐらいできないっていうか、そういう意味じゃなくて、なんて言うんだろう、あの唯一ボールがつなげれるのが私バレーなんですよ。もうこの話やめよう。もうスポーツの話になったらもう悲しくなっちゃうから、もう NGNGNG。 ドッジボールで集中的に、あでもドッジボール逃げ戦だからいいんですよ。そう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 、ドッジボール逃げ戦です。なんかさ、でもかっこいいよね。でも一回キャッチして投げるのに憧れてやったんですけど、キャッチできなかったからもうやめました、恥ずかしくて。運動できる人ってかっこいいよね、本当に。できない、小6まであんなに運動神経良かったっていう、あのこういうあの運動の話は今後 NG でお願いします。あ、好きな衣装ある、いい質問だね好きな衣装は、うん、何が好きなの、結構全部好きなんですよね。今の先輩の衣装好きですし、君は何を後悔するのかとも好きですね。めちゃくちゃスポーツできそうに見える、それもめっちゃ言われるんですよ。でも嬉しい、みんなそのイメージでいいよ、ずっとそのイメージでいてね。あ、そうそうそう、ギター弾けるから、音楽できるから、音楽できるから、嘘嘘、いいんですよやめて、そんな持ってるの、なんか私の弱みを握るような感じで、リレーに選ばれた話お願いします。やば、なしです、しません、しません。そう、あ、本当に衣装っぽい、リボンついてて可愛いでしょ、めっちゃ可愛い。もうリボンがあると買っちゃう。天板ネタ、N あの G ですね。目頭かわいい嬉しい、ありがとう。そう、タイム持って選ばれたあ、そっちね、そっちのリレーの話ね。幼稚園の時は選ばれてた話かと思った。そう、タイム持って選ばれたんですよ。もういいですよ、私はもう一生笑い話していきますから、これは。でもそういう悲しいことがあったら、よし、これで友達に話せる笑い話ができた、最高って思って生きたらいいんです。私はそう生きています。そうそう、そんなことがあって、でも楽しいよね、楽しいよね。そう、楽しかった。そう、パチパチ、そう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 。でも結構恥ずかしかった、あの時は。いや、あの時は恥ずかしくないよ。走り終わった後が一番恥ずかしかった。さっち抜かされてたよって言われて。そりゃそうですよね、と思って。恥ずかしかった。もうやだやだ。やだやだ。やだやだ。ルイボスティー、ちなみに。あとちょっとしかない。スキップはできます。そう、スキップは得意ですよ。何人抜かれたの、もうそんな3人とかに抜かれたらもう泣いてますよ、私。泣きながら話してますからね。さすがに1人です、さすがに1人ですよ。そうそうそう、さすがにね、もう立ち止まるわ、ショックすぎて。めっちゃお腹空いちゃった。いつもつかないのに。多分みんな忘れてるで。みんな忘れてください。まあ、あの頃は高1の初めだったので、初めじゃない、高1だったので、
私のことなんてまだね、全然もう誰が誰かなんて分かってないから、きっとみんな知らない気がする。でもきっと知らないと思う。あれが曽川咲ってことは誰も知らないから、あのリレーなのにめちゃくちゃ足遅いって。多分知らないから、多分大丈夫、みんな。そう、オッチェさん見てたよ。オッチェさんに言われたもん。サチ抜かされてたよ。うん。オッチェさん。オッチェさん、足早いから。そう。抜かされてるの想像して悲しい気持ちになります。やめてください。笑ってください。そう、オッチェさんはね、私のことをいじり倒してくるので。めっちゃ仲良しです。でも。いじり合い、いじり合いない。でも、愛のある。え、でも、二人ともめっちゃ褒めるんですよ。あ、まあこの話はいいかそう、当時の同級生にこの配信見て思い出してほしいわ。たまにね、同級生見てるんですよ。もし見てたらコメントしてください。私のあの頃の英雄を。そうそう、オッチェさんめちゃくちゃ足早いんですね。サッチはもうご飯食べました。アイドルになって、あれサッチ、あ、確かにこの話してさ、あれサッチやったんやってなったらどうしようだよね。その抜いてった人、おっつーとか。あ、なんかもうその頃は多分あれだから、なんか、うん、普通に抜かされた。そう。え、そう、おっちぇさん。え、おっちぇさん逆に見てない。おっちぇさんは多分見てないと思う。X はね、チェックしてるって言ってるけど。そう。これは見てない。あ、そうか、久しぶり、あの頃の。あの頃って言ってもまだ2年前とかなんで、ちょっと、遥か昔みたいになってる。サチさん、失礼してありがとう。そう、過去のビューで持ってたらバレるから。持ってないから。そう、なんかあるかな、サチ。運動エピソードなんかめっちゃあるんだよね。と思い出せませんね。消してるのかもしれません。脳みそから。まあまあ最近ですよ。そうですよ。まだ18歳ですからね。1年前なんですよ、実は、高校生。友達がお話し会に来たことはまだないですね。なんかお話し会は行きたいっていう話は聞かない。ライブ行きたいっていう話はめっちゃ聞くんだけど。でもライブも。まだ。あ、でも、一回来てくれた子がいますね。そう。でもサッチーってモテてそう。あ、そうやってさっき運動コメでいじったから、ちょっと褒めてるの？そう、普通に褒めてくれてるの？ありがとう。まあちなみにモテないんですけど。まあ、その話はいいですよね。そう。お話会来てほしい。ちょっとお茶飲もう。あ、美味しい。フェスとかによく来る。あ、そうなの？なんか山口とかでね、なんかそういうのがあったらみんな来てくれるのかなって感じではありますね。3軒付き合うならいちごしかガンジーないので、あと石原さん。なんか遠回しに振られた、気まず遠回しに振られました。悲しい。サッチーも入れといてください。今日できっと好きになったはずです。生命線長いですか？よかったです。長生きします。あ、いい手相です。あ、よかったです。でも手相占いはしないでくださいね、皆さん。そう、クリス何番目にモテたんですかってさその私が多分3番目ぐらいにモテたよって分かったらめっちゃおもろくない？そう、一が俺の旦那、旦那サチタン、シカシカ。シカ、嬉しい、嬉しい。え、山口で野外ライブしたいんだよね。え、ぜひ、呼んでください、山口。出たいです。ねえ、友達の証言、誰か見てるのかな。サチタン、失礼してありがとう。一人はね、あの、アカウントの名前教えてくれたから、来たらわかるんですけど、コメントとかしてくれたら。でも他の子は分かんないんですよね。どんなアカウントで見てるか。だからもしかしたら、もしかしたら、いたりするかもしれない。
東京公園でフェスしたい。ギグ、え、もしかしてお知り合いの方ですかね。お知り合いの方ですか。明日仕事なので寝ます。おやすみ。あ、お疲れ様、頑張ってね。あ、みんなもしかして、あ、え、みんな、あれ、みんな、あ、もしかして、あ、みんなもしかしてが多すぎて、どうしよう、どうしよう、どうしよう。そう、一人は教えてもらったんですよ。でも他の子は、私ではないです。そうですね、そうですね。同級生多いね。それな。それな。それなんですよ。ここまで来たらオッチーさんの後ろ姿でも見たい。言っとくね、今度。あ、呼んだ。あ、ちょっと違う。夏にはティフとかに3期生。え、出たい。ティフ出るのは夢です。STU アイドル人生。ティフに出たい。サッチー最近面白い。あ、よかった、それなら。ありがとう。そう。あ、教えてくれてありがとう。それでは、そろそろ壇上読ませていただきたいと思います。13位ケイセティンさん、12位トンさん、11位ギルスさん、10位ブルースさん。あ、変わったからもう一回見ます。13位キヨさん、12位ケイセティンさん、11位トンさん、10位ブルースさん、9位台湾のコウさん、8位カタムツリさん、7位ギルスさん、6位鳥取太郎さん、5位種なしチェリーさん、4位リョウチさん、3位ノブさん、ありがとう。そして2位はクマネパパさん、ありがとう。そして1位はローケイティさん、ありがとうでーす。88。はい、皆さん本日も配信を見に来てくださって誠にありがとうございました。そして今日1日お疲れ様でした。今日は5月21日火曜日ですね。明日は水曜日ということで、皆さん1週間の中日、終日お疲れ様でした。よく頑張りました。あと数日で土日がやってきます。土曜日にはね、5月25日16時半からはサッチーのオンラインチェキ会もございますので、ぜひお時間がありましたら見に来てね。ということで、お話し会のね、第2回の再販も始まっていますので、ぜひ来てくださると嬉しいです。おすすめはサイン会と初日6月22日とかかな。おぬぬめです。はい、ということで、ぜひ待っております。楽しみにしております。楽しみにしております。ということで、皆さん本日も一日お疲れ様でした。本日もあ、申し込んだ、ありがとう。お配信お疲れ、ありがとうございました。皆さん一日お疲れ様でした。そっちはメイクを落として、洗い物をして、お風呂に入って寝ます。ちなみに山口の日は寝落ちしませんでした。おめでとう、サッチ。そう、寝落ちしなかったんだ。横になったんだけど、うっ、よくないって思って起きて、ちゃんとメイク落として、ちゃんとお布団で寝ました。偉いでしょそう、一回横になったんだけど、あ、ということで、あと6秒で終わるので、皆さんおやすみ。ありがとう、褒めてくれて。そう、あ、偉い、ありがとう、嬉しい。今日もちゃんと寝ます。おやすみ、またね、ありがとう、バイバイ、おやすみ、また明日も頑張ろうね、バイバイ。あ、楽しかったよ、ありがとう。